はい、こんにちは。YouTube の時間です。今日ちょっと、昨日試合があって、たくさんの応援ありがとうございました。ちょっと、こっちだけ、ポコッと腫れてるんで、ちょっとマスクだけして、久しぶりに判定までやって、まあ、自分が思うような動きもできず、やっぱああいうタイプは苦手なんだよ。うん、うん、うん。やる前から、一番苦手なタイプでさ、自分が25か6の時に初めて負けた、今2敗してるけど、佐藤陽太みたいなタイプじゃん、はいはいはい、くねくねしてて、タイプ的にはね、うん、だからまあ苦手なのは分かっててやったんだけども、まあ自分もあの頃よりも成長してると思って、まあ挑発とかには乗らなかったと、そこはの思ったんだけど、うんうん、中川選手、昔からね、日本のトップでずっとやってた選手だし、まあ、ずっとボクシングやって長く上にいた選手だから、ブランクがあるって2年半ぐらいだっけってみんな言ってたけど、そこはもう別にあんま関係ないかなと、うんうん、もう十何年プロでやってる選手、30戦以上やってる選手だから、そんなブランクでガクッと落ちることはないだろうなと。で、全くそこは、うん、期待っていうかそういうのはしてなかったけど、まあうまく戦われたよね。向こうがやりたいようにやられた、まあ、ただ後半力ずくでいったっていう、うん、まあ、チャンスは何回かあったけど相手のうまさにやられたっていう自分では印象から、もう KO できなかったら自分の負けぐらいのって思ってたから。なんだけどもう、いや本当に今回ね、まず最初に言いたいのはさ、こうやって YouTube 始めて皆さんの応援とかねがあって、もう一番はさ、 SNS を通してツイッターとかインスタからね、まあ、赤穂選手からチケット買いたいと。で、今回リングサイド2万だったでしょ、はいはい、2万円のチケットをツイッターとかインスタからさ、赤穂選手から買いたいって、もう何組も買ってくれたんだよ。だからそれは本当に感謝したい、あのファンの方々に感謝したいし、昨日まあ俺も一生懸命体を作ってさ、妥協なくやったんだけども、計量あとちょっといろいろあってさ、申し訳ないけども、昨日のあの時点でのベストは尽くしました。うん、なんかあんなもんじゃない、俺はあんなもんじゃないっていうつもりもないですし、昨日のあの時点のコンディションでのベストは尽くしたかなっていう思いです。今まで良かったからさ、何戦かね、久しぶりにこういう悪い面を見せたけど、なんか俺のボクシング人生ってそうじゃん、うん、いい時いい時、まあ、てか、まあ、みんなそうだけどね。だから もっと次は強くなって戻れると思いますし、まあ試合ができたってこと、久しぶりにね、それはもう対戦相手とファンの皆さんに感謝したいですし、で昨日勝利者インタビューがさなかったから言えなかったんだけども、もう本当に年を追うごとにさ、現役でいられることってさ当たり前じゃないんだなって、本当に謙虚になってくるよ。ポイント稼ぎとかじゃなくて、もうリアルにさ、もう20代前半後半の時はさ、もう変な言い方したら俺強いんだから無敗だってさ、強いんだから応援されて当たり前ぐらいまで思ってたよ俺は、うん、だけどやっぱ30超えてさ、こうやってる現役出てどんどん応援してくれる人も増えてきてさ、そりゃ34、35のさ俺を応援するよりさ、20代前半とかのさ、これから何10年とかさ活躍できる人のスポンサーとかさ、ファンになった方が、先は見えると思うんだけど、今こうやって35にもなった俺をさ、たくさんの人が応援してくれてさ、どうしてもベルト見たいって結構コメントも来るじゃん。いや本当にありがたいですよ。今回の試合がさ3月11日だったの本当は。でまあ興行のことだったりさ、まあ多分コロナのこともあってさ、興行自体がスライドしたじゃん4月2日に。でこの時にさ、会長からすぐ電話が、石井会長から電話がかかってきて、会長第一声ね、赤穂奥さん出産いつだ、申し訳ないけど興行が1ヶ月ずれるって。だからもう一番の不安はそこだった。近くに俺とミナのこう親とかもいないし、下の子は小さいじゃん1歳半で、出産ってなった時にミナが入院する、それは上の高校生たちの娘は自分たちのことはできるよ、でもルアのことがさ任せらんないじゃん。そうなった時にどうしようっていう不安は俺と奥さんの方はねずっと持ちながらだったけど、もう奥さんとお腹の子供が我慢してくれてねと思ってる俺はね、勝手にね。だからもう試合終わったから、いつでも生まれてきていいよと思う気持ちで、あとはもう家族サービスしようかなっていうことと、あと6台俺これをすげえ試合のさ
前に思ったんだけどさ、うんうん、やっぱ男より女の方が強えわ。のろけじゃないけど、うん、うちの嫁さんすげえわ。もう試合1週間前ぐらいになってくると、もう俺もやっぱプロボクサーピリピリするじゃん、うん、で減量もきつくなってきてさ、もういろんなストレスかかってきてピリピリするわけよ、うん、で小さい子供もいる、ルーもいる、大きい子供もいる、うちの嫁さん全部一人やってたからね。これやってあれよってのは絶対言わなかった。俺がもうボクシングに専念できるように、しかももういつ生まれてもいいような状態だよ、お腹全部自分でやってた。俺に何も一つ心配も迷惑もかけないように全部一人でやってた。それをなんか軽量の前の日って俺寝れないの、もう水も抜いてるし、その時にしみじみ感じて涙出たね。なんか軽量の前に感じてさ、俺なんてさ、まあ、好きなことやってるって、もう家族を食わすためにやってるんだけど、ボクシングね、もうずーっとボクシング集中できるような環境を作ってもらって、家族にね、たかが飯食えない水飲めないだけじゃん、うん、1週間ぐらい、うん、それなのに嫁さんは腹に子供いてさ、もういつ生まれてもおかしくないのに全部自分のやるべきことやってさ、やっぱ嫁には勝てねえなと思ったよ。だからまあ試合の前の日ね、まあいい奥さんと出会えてもらえたんだから、うん、この人に負けないようなね男にならないといけないと思って踏ん張ろうと思えたよね。でこの年までできるねファンの人、そしても一番スポンサーの会社の人たちに本当に感謝してます。じゃあちょっとパンツに入れていただいたね、うん、これが試合で毎回これはもうあれです、今ではほぼ日本一だよね、うん、ロナー着てる選手ほとんどだもんね、うん、うん、これがガウンとトランクスです、昨日履いた。毎回作ってくれる、これは毎回提供ですね。1回しか着ないってどんだけもったいねえんだよって思います、ね、そうですね。じゃあスポンサー紹介から、はい、これがまあパンツなんですけど、まあ表ね、うん、俺のファンっていうかさ、ずっと見てくれてる人はもう十何年、てかもう最初から最後までここのベルトライン、一番冠だよね、ここ山城工業と後ろの株子玉は、俺はもうこれは一生変えません。なぜならもう俺がね一番きつい時とかさ、そこまでまだ有名じゃない時からもう支えてもらって、山城さんと児玉さんはもう家族のようにやってもらってるん で山城工業は続きの会社か、横浜の会社です。続きなんですね。そう、うん、山城工業ね、沖縄出身の山城社長、山城さんは金子大輝もうずっとここに入れてた、俺と金子をずっと応援してくれてた、で未だにもう毎試合いっぱいくれます、はい、で山城社長はもう毎月AR の俺の方のパーソナルも週に2回受けに来てくれてます。ご夫婦で、山下さん週2回なんだけど、ペアで2枠取って、はい、1回は山下さんと奥さんで、もう1回は山下さんと息子さん、うん、でこの息子さんっていうのは小学校1年生か2年生なんだよね、うん、だからまあ AR の最年少会員です、はいはいはい、でまあ児玉さんはもう地元、芳賀町ではまあ有名な人です、うん、もう児玉さんは自分ととか自分の家族をもう自分の子供みたいにしてくれてて、うん、リフォーム何百万もかけて、児玉さんの家には俺のルームがあります。へえ、はい、でちなみにまあ僕は株児玉の社員なんで、うん、社員っていうかまあ取締役なんで、児玉さんはもう毎月給料もらってます、はいはい、でその流れでいきますね、はいはい、児玉さんでしょ、はい、でこの AP ファーム K ってあるんだけど、はい、うん、これも児玉さんの別会社っていうか、はいはい、まあ、株児玉って、まあ、理念なんていうのかな、クリーニング、要は病院とか学校とか、はいはい、そういうのがメインなんだけど、まあ代替わりして今長男の吉嗣さんって人が、まあ俺の兄貴みたいな人なんだけど、その人が社長やってるんだけど、その社長がこう新しく立ち上げた事業で、これがもうねバカ売れしてる、熱帯魚をもう専門で販売してる。だから社長はもうほとんどこっちで忙しくて、うん、もうそうだな、
名前は言えないけど、もうみんなが知ってる世界的な、うん、スターとかそういう有名人とかも顧客にいるような会社をやってますね。まあ、知る人ぞ知るっていう感じですね。で、まあこの次こっちから行くか、はい、島村健税理士事務所っていうのはもう岡さんの紹介で、僕の顧問税理士をやってもらってる会社ですね、横須賀で。はい。でこれ次がチームシュガー。これは島田さんのね。はい、毎試合入れてますけど、まあ、今多分俺ぐらいしか入れてないのかな。下田明美さんのチーム名を今でも毎試合俺は入れてます。はい。で次これ毎週行ってる岡さんのパーソナルジム。はい。でこれが麺屋かける、まあ俺が働いてるっていうか手伝ってるラーメン屋。はいはい。でそれの親会社が浜松建設、ここに入ってます。これはまあ俺の YouTube にも何回か出てる元光ジムのね、岡田がねやってる会社で、すごい応援してもらってます。もう岡田も25か6ぐらいでもう40人ぐらい使ってる、結構大きい会社で、うんうん、すごいよね、うん、うん、岡田ありがとういつもね。で、あとはお食事どころですね。うん、これはねもううちのなんていうのかな、俺週2回ここ食べ行ってんだけど、はい、ここであの大橋のさ中島和樹とかとも仲良くなったんだけども、横浜市中央卸売市場内にあるんだけども、まあ食事どころ川島って、最初はねここの旦那さんがね俺のファンで、俺から何回かチケット買ってくれてたんだけど、それで偶然街中で会ってから、まあ縁だよね。もう今ではうちの家族が一番仲良くしてる家族で、試合終わった今日も一緒に夫婦で飯食い行ってきたような、もうほんとここも応援してもらってますね。美味しいです。ここはもうほんと有名ボクサーから格闘家まで、俺も名高とかさ、うん、連れて行ったりしてるとこですね。今度6台も行こうよ。はい、はあ、でまあ最後にね、まあルアーとね、次いつ生まれてくるか分かんないけど待望の長男がオーガっていうふうにつけるんで、その名前を入れてるっていう感じですね。はい。今回の試合これ言うかもやったんだけど、軽量の朝ね、まあこれルージューブ見てくれてる人しか見ないから別にいいんだけどさ、俺初めて嫁に言ったのよ、もうやめたいって。初めてだよみんなに言ったの、軽量の朝。まあ、今回の試合、まあ俺もみんなも子供のことだったり、まあその他にもいろいろ家庭内でもあったから、あの喧嘩とかじゃないけどね、家庭内でいろいろもう試合できるかできないかっていうとこぐらいまであったから、もう二人とも軽量の朝迎えてさ、パスして、あとはもう公言パスすればね、試合っていう時にもう試合行く時かやめたいなってポロって俺が言ったんだよ、うん、そしたらまあうちの嫁さんはもういいんじゃないって、やめても全然いいよっていう話をしたっていうのがあれなんだけど、まあやめないですけど、ちょっと今回の試合はそこまでちょっと弱ってたっていう、 うん、ちょっと精神的に来てたっていうね、難しい試合だったから、昨日の試合だったら、まあ、6台も俺のことずっと何試合も見てるから、昨日倒せなくてああいう試合したら、まあ、いつもの俺だったらもう何やってんだよ俺な、もうやめた方がいいなっつってもこうネガティブな発言を結構してたと思うんだけど、まあ、昨日はもうリングに上がって勝ちを拾えたっていうねことで納得した自分もいて、うん、もうファンの皆さんにはねこうやっぱ KO を期待してるだと思うんでね、ちょっと世界ランカーとしては不甲斐ない試合だったんですけど、まあこれで終わりじゃないと思うんで強くなれると思うし ね、まあ、ね、長く続かないの分かってんのよ、うん、この強い状態があと5年も10年も続かないっていうのは自分でも分かっていて、ちょっと歯がゆいよね、大きい試合が決まんない、足元救われたら終わり、まあ難しい時期なんだけど、まあ、耐えるしかないよなって思いつつも、まあ本当みんなの応援があるから耐えられてるだけでね、もう皆さんに感謝しています。ちなみにあのダイナミックグローブは生だよね、まあ生で、うん、でその放送終了後、まあしばらく経ってからあの A サインのチャンネルの方でもまあ試合自体を流すので、はい、そのジータス契約してなくて見れないって方はね、まあ、あちょっと待ってもらう、そちらの方で、はい、はい、待っていただければ、はい、じゃあ、はい、じゃあプロ42戦目も一応ね無事判定勝ちになりましたけども、勝てましたんで皆さんに報告とお礼の昨日は応援ありがとうございました。